どうも、秋です。栄冠9やっていきましょう。はい、というわけで今回は入学式やっていきましょう。天才諸星、そしてブンブン丸池山、この次の世代の選手たちは一体どのような選手たちなのでしょうか。というわけで今年まで岩手県行きましょう。まずは全体的な星の数から確認ですね。はい。お、おーおーおーおお、待ってくれ、この佐藤さん、そしてその松井は、まさかまさか。というわけで見ていきましょう。はい、まずはピッチャーからですね。村上、星82。ちょっとこれはきついかな。クイックイ、左もいいですね。はい。野手能力もそんなに高くないというところで、まあ村上くんは中継ぎに回るかなというところです。はい。続いて稲垣。シュート回転、伸び C、クイック C はいいんですが、スタミナも G14、星の数も68。ちょっときついかな、ピッチャーとして。うわー、ピッチャーはかなり厳しいぞ。これはピッチャー結構厳しいな。3人とも100切ってるか。名門であれば、その強い選手が入りやすいので、まあ本当にここ近年強い選手がかなり入ってきてくれていたんですけど、ちょっと投手に関しては全体的に全部外しましたね。確か 70% の確率で、そのいわゆる強いというね、能力の選手になるみたいです。最近攻略も買っていろいろ勉強しております。はい、というわけでキャッチャー。お、チャンス B。盗塁 C。左 C。送球はいいですけど、結構強いですね。はい。あ、積極盗塁だ。これはちょっと盗塁 C と積極盗塁活かして、足も上げたいですね、キャッチャーだけど。はい。で、まず一人、僕がですね、ちょっと嬉しいなと思った選手がこちら、佐藤さん来ましたね。はい、僕が、パワープロ2016で初めて栄冠9の実況を始めたんですが、その時に初めて入ってきたプロ野球選手でございます。いや、佐藤さんですね。はい。初めてこの栄冠9で引いた天性 OB がこの佐藤さんでした。懐かしい、この流し打ちバント初球っていうのが本当にあの当時をなんか思い出させてくれますね。で、ミート対応、慎重打法、積極盗塁ですね。というわけで、積極盗塁ついてるんだったら走力どんどん上げないといけないですね。うん、まずはそこからやっていきましょう。いやー、それにしても懐かしい選手いっぱい入ってくるのは大杉さんとか、佐藤さんとか、本当にあの、ウーム高校の時、WBC 高校の時の選手はまだあんま入ってきてないですけど、ウーム高校の時の懐かしの選手がたくさん入ってきてなんか嬉しいですね。はい。こんなことあるんですね。あんなに OB いるのになんでウーム高校の時の選手とすごい被るんだろう。で、続いてセカンド、加賀。あ、プレッシャーラン、盗塁 C。盗塁 C で走力ももともと高い。あー、セカンドで送球 E は怖いな、ただ。なるほど、そこだけですね。で、お調子者。まあ、まずダイソーチックで言ってもいいかもしれないですね。はい。で、サード、ショートのタイ君かな。はい。うん、まあ、普通な選手。全体的に普通な選手。はい。で、セカンド、平林。あー、これはもう、ちょっとアディオス組かな。アディオス。はい。うん。で、松浦。まあ、普通。ちょっと弱いかなぐらいですね。そして、ラスト！来たー！ゴジラ来たー！松井選手来ました！いや、ゴジラ来たー！強振、慎重打法、慎重盗塁。うん、慎重打法なんですね。いやー、ゴジラ、松井秀喜選手が来ました。というわけで、この台は外野がめっちゃ当たりですね。松井&佐藤さんと。はい。うわー、ゴジラ来ました。盗塁 E なんだ。ほー。じゃあ、もう、ミートパワーどんどん上げていってもいいかな。いやー、ゴジラ来たなー。やばし。で、パワー比初級威圧感という特殊能力でございます。で、もちろん、怪我しにくさは A。まあ、もう、守備面はほぼいいですし、てかもう、これは早速スタメンで使いたいですね。OK! というわけで、ちょっと、投手は怖いですが、いや、外野素晴らしい。思い出の佐藤さん、そしてゴジラ。もちろん、松井選手来たんでね、打撃力重視でいきましょう。というわけで、ちょっとオーダー考えないといけないですね。ちょっとオーダー考えていきます。はい、というわけで、15分ほどかけまして、今年の夏大会に向けてのオーダー、そして来年のオーダーも考えてきたので、ご紹介していきたいなと思います。まずは、この夏大会に向けてのオーダーですね。はい、1番は、セカンド、白石でございます。まあ、ここは、甲子園選抜準決勝でチャンスメーカーがついたので、もう不動でいこうかなと思っております。昨年の岡野もそうだったんですけど、やっぱりチャンスメーカーが効いて、先頭打者ホームランであったり、まあ、特に初回の出塁率というのがかなり上がっている気がするので、まあ、チャンスメーカー持っていれば基本的には1番、まあ、2人持っていれば1、2番に置きたいっていうところですね。まあ、バントまで持ってたんで2番でと思っていたんですけど、盗塁も走塁も C、走力も S95 なので、もうこれ最高の1番バッターになったかなと
思います。はい、で2番がショート池山ですね。はい、池山がまさかの2番に入りました。チャンス B、 左 B、 盗塁 B、 走塁 B、 パワーヒット、高額内安打、対変化球、満塁男ということで、もう本当にですね、走れるし打てる、そういう素晴らしい2番バッターですね。強打の2番でもあるし、まあ内野安打とか、その辺も持っていて、まあつなぎもできるみたいなね、なんかそういうイメージで頑張ってくれればいいなと思っております。おそらくこの予選ぐらいからめっちゃ打ち始めるんじゃないかなと思っていますね。はい、で3番はセンター福岡ですね。阿部比、威圧感、ローボールヒッター、ダメ押しというね、素晴らしい特能でございます。左も B ですね。さらには守備職人も持っていて、盗塁走塁も C という、もう素晴らしい選手になっていると思います。そろそろオールスターチーム作ろうかなと思っているんですけど、うん、まあそうですね、まあいつ作ってもいいんですけど、とりあえずまあ諸星は卒業してからがいいですね。はい、そのチームにおいてもですね、まあスタメン張れるような選手になってきているんじゃないかなというふうに思います。はい、で4番はもう言うまでもなくエース諸星ですね。はい、もうピッチャーとしてもこのような能力です。球速もすでに1個上がっても160キロ、今月中に見えるんじゃないかな。はい、でまあナックルはとりあえず5か6になればいいと思ってます。それなったらツーシームボール使います。はい、まあ、5には絶対なりますね。6なるかどうかというところでしょう。で野手能力がこんな感じ、ミートパワー走力すべて S いきます。で弾道は何度もお話ししているんですが、阿部比があるのでミート打ちの時は 2.5、 パワー比があるので強振打ちの時は 3.5 に固定されるので弾道は上げる必要がありません。いやー、これ本当に3割10本、そして防御率0点台っていうね、夢の数字をここから目指していきましょう。いや本当に諸星素晴らしい。でまあ球持ちを基本的には覚えさせようと思っております。はい、もう覚えさせようかな。というのもちょっと後でまたいろいろお話しますね。でサードが徳永です。ブルーヒ、粘り打ち、ホーム刺繍、ムードで5番に持ってきました。まあ、この徳永がですね、本当にいろいろな打順を打っていたんですけど、まあ、9番を打つことがあれば1番打ったり、まあ、3番打ったりもしていたんですが、この夏大会はちょっと5番でいこうと思います。というのも4割2分2厘打ってるんですよね、かつプルヒ。いやー、これはもう5番打ってもらうしかない。弾道4に上げてミートパワーもうちょっと上げて5番としてね、いい活躍を期待しましょう。足も速いっていう。はい、で6番にレフト、ゴジラ松井選手を早速スタメンで使うことにしました。はい、この松井選手なんといっても威圧感持っているので、これでですね、このチーム福岡 と、松井が威圧感持っていることによりまして、まあ、前後のバッターにまで効果が及ぶので、2から7番までなんと威圧感の効果が発動するようになります。まあ、発動というか効果をもたらすようになってですね、2から7までめっちゃ打ってくれるんじゃないかなと、そのような期待をしておりますね。まあ5でももちろん良かったんですけど、そしたらまあ諸星に威圧感の効果かぶるっていうところと、そうですね、あとはですね、やっぱり1年の夏ってそんなに打つイメージがないので、クリーンナップは違うかなっていう感じですね。はい、いや大杉さんの後にこのゴジラ松井は本当に熱いですね。はい、でちょっと後でですね、またスペシャルに本も使っていこうと思います。で7番がキャッチャー小俣ですね。小俣ここからもうちょっとバッティング上げる予定なので、弾道4、パワーまあ A は絶対いきますね。で守備型補給も S に行くというところで、もう無敵っすね。はい、まあ8番でもよかったんですけど、まあいいところで本当に打ってるイメージがあるので、だったら7にしようと、威圧感の効果も及ぶし7にしようというところです。で7と悩んだこの8大抜きですね。広角初球ヘッドスライディング、ホームラン4本持ってるんですよね。率はまだ低いんですけど、ホームラン4本っていうところにロマンを感じております。はい、もうミートパワー上げまくります。で最後ライト9番が塚本ですね。広角チャンス盗塁が C ということで、まあ非常に能力は高いです。もちろんですね、まだ横田とか奥田っていう選手がいるんですけど、これを両方ともまあこういう風にしちゃうとですね、まあもちろんこの代は間違いなくこれ、まあてかこれでももちろん絶対優勝するつもりではいるんですけど、まあより確率は高まりますね。もう 99.99% ぐらいこれだと甲子園優勝できるんじゃないでしょうか。ただこれをやっていると栄冠ナイン長い間勝てないと。ただいまですね、この秋山高校公式戦50連勝中です。まあその秘訣はこうやってですね、下級生をスタメンでどんどん育てていくと、このバランスをずっと取ってきているからですね。まあこれは本当に秋監督得意分野でございます。まあ今が本当にちょうどバランスいいですね。2年生が3人、1年生1人くらいスタメンに入るのがちょうど本当にバランスいいかなっていう感じで、まあこのオーダーでいきたいと思います。ちなみにスタメンで使うと 100% の経験値、途中から出ると 80% になるって攻略本に書いてありました。まあなのでもちろんね、この2人も、終盤出しますし、もうやばいと思ったらすぐ瞬間にすぐ出していくんで、
まあそこも問題ないですし、何よりやっぱり栄冠9においてはカードという存在があるので、まあ1打席はですね、普通に強い選手になれるよっていうのが1年生2年生にもね言えるというところでございます。はい。で、あとベンチ入りメンバーですね。なんとベンチ入りメンバーピッチャーは2年生投手3人です。いや初めてですね、こんな感じになったの。はい。というのもですね、まあ2年生投手がこれ星の数見てください。もう全く同じぐらいなんですよね、みんな。というところでエースが決まっていないと。で1年にも期待したんですけど、まあ1年の方がよりひどいという形になったので、もうここ来年は6人で投げ抜くぐらいの気持ちでいます。はい。もうエースはなく、6人で投げ抜く、まあまあ2年生3人ですね、特にはもうどんどん使って調子のいい時から先発させて投げ抜くというような形を取っていきたいなと思っております。で1年ピッチャー誰もベンチに入れておりません。まあ1年ピッチャーの代も同じですね。基本的にはローテーションで戦おう、エースを作らないというふうに考えているのと、もう何より次の代がさすがにいいピッチャーおそらく入ってくると思います。これだけ、まあ諸押しが入ってきてたっていうのもあると思うんですけど、関係あんのかな。これだけ2年間投手が外れだったっていうのはなかなかないので、多分おそらく来年めちゃめちゃ強いピッチャー入ってくると思っているんですよ。なのでこの代はエース下の学年から持ってきたいですね。はい。で来年の正捕手金井、結構強いです。はい。もう金井には叶いませんわという能力になってきてますね。うん。で来年セカンド加賀ですね。はい。加賀結構強いです。早急いいだけ気になりますね。はい。でこの佐藤さんなんですが、来年外野は西野、塚本、松井と3人いるんですよ。なのでサードを守らせたいと思います。サブポジサード持っていて、まあ、すぐマックスまで行きそうなのと、あとはですね、他の 1,2 年のサードがこのタイという選手しかいないので、さすがにちょっとタイは違うかなという能力なので、だったら佐藤さんサードで行こうかなと思います。はい。で最強の助っ人3年生2人で、来年の外野レギュラーになる西野で、3年ピッチャー1年ピッチャー3人、岡村は完全アディオスですね。まあ、ここはちょっと様子見ながら考えますけど、いやーこの2人が本当1年2年とねこう分かれて今入ってきてくれてたら、絶対ベンチ入りしてね、来年エース頼んだ、再来年エース頼んだという形になるんですけど、入ってくる代がね悪すぎた。というかそっか、思い出した、もうこの代って東証王国すぎたんだ、諸押しに隠れてますけど、この西尾山根も相当いい能力で入ってきたんで、まあそれはそしたらこうなるよなっていう感じですよね。はい。まあでもその分野手をしっかり育てているので、まあそこは問題ないのかなと思ってます、次の学年に向けては。でまあ今泉、ここは盗塁 C チャンス B で積極盗塁なんで、もしかしたらファーストコンバートあるかもしれないですね。はい。で来年藤野今西はまあ秋春は出てもらおうかなっていう感じです。で、平林隊は基本的にアディオス候補です。はい。で松浦と、このようなね感じでやっていきましょう。でですね、先ほどもお話ししていましたが、ちょっと早速本を使っちゃいたいなというふうに思います。はい。行きましょう、伝説のさよなら男、誰に使うか。もちろん秀樹松井選手に使います。いや、あのニューヨークヤンキースで4番を打った選手です。国民栄誉賞に輝いた選手です。甲子園でいっぱい敬遠された選手です。いや、伝説のさよなら男使うしかないです。よし。いや、もう本当にここは通算最高成績を狙っていきたいと思ってます。で、あと選球眼も使います。大杉さんが選球眼がついて、まあ結構率が高かったっていう思い出と、まあ身長打法をもともと持ってるんで、すごい選球眼合うんじゃないかなと思うんですよね、この能力に。はい。よし、 OK。 チームプレイ×も考えたんですけどね、ちょっとそこまでは違うかな。で、もう一つ玉持ちも使います。誰に？諸押しですね。はい。もちろんですね、まだ夏の甲子園出るタイミングで金徳がもらえる可能性もほんの 1% か 5% か忘れたけど、もうほんのちょっとだけはあります。ただ僕が諸星に関してやりたいのは、投手通算成績防御率0点台、野手通算成績打率3割ホームラン10本ですね。もうこれがやりたい、どうしても。はい。というのを考えるとですね、いや、もう玉持ち今絶対使った方がいいでしょと。玉持ち以上に強い逆に投手の特殊能力ってないので、今諸星にとって、まあもちろん伸び2段階があればいいんですけど、もう伸び B なのでって考えると、絶対今玉持ちつけた方がいいと思うんですよね。この玉持ちがつくことによってどれだけ予選でね抑えられるかっていうのも違ってくると思うんで、もうここはつけます。よしよし、諸星玉持ちまでついたぞ。
というところで、これでマジで防御率0点台目指していきましょう。で、ツーシームボールももちろん使いたいんですけど、やっぱりそこはしっかり能力上がってからですね、ナックルにしたいなと思っております。というわけで頑張ってねやっていきましょう。はい、いやー激アツやなマジで、激アツだ。どうしようかな、機材の手入れかな。 OK、 ゴジラ松井はマジでやばいっすね。よしよしよし、いや大杉さんのまず成績超えられるかどうかだな。まあって言っても大杉さんそんなにホームランは打ってないですからね、率は良かったけど。いやー松井来るか、ここで。なんかそして僕弾道4の選手がすごい好きで、というのも前作までは打撃練習で弾道の経験値がどんどん入ってきてたので、まあ弾道って指示しなくてもまあ勝手に3にはなるし、3にしとけば4になるみたいなイメージだったんですけど、今作ですねそれがまあないってこともないんですけども、ほぼほぼないぐらいなので、弾道って指示しないと4までいかないんですよ。で結構弾道って4まで上げるの大変なんで、もともと4って結構いいですよね。大杉も松井もそうだし、はい、っていうね、個人的に良さを感じておりますという感じです。はい、ちょっとカード渋いな。でもせっかく感染持ってるし、ちょっと5に上げてあげてもいいかな。ここ極大使おうかな、場合によっては。そうだな、極大使おう。よし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 、ちょっと頑張って育成やっていきましょう、ここからね。はい、もう最近は割としっかりこの選手はめっちゃ育てる、この選手はアディオス組っていうのを割と僕の中で明確にしてます。そうやった方がね、あ、やった、国本球速1上がり、ナイス、引いたね、直上がり。そうやった方がなんかこううまく運べるんじゃないかななんて最近は結構思うんですよね。さあ、ということで、もろし157、やっぱ160結構時間かかるか。まあでもこれで、この月で158、まあまあいくでしょう。いくでしょう。うん。いける。160は予選までにはいく。いかなかったとしても、まあ速球中心とかにしてちょっとですね、経験値貯めれば間違いなくいくと思うんで。はい。山根は球速。ここは制球。さあ変化球ね、しっかり覚えてもらおう。で、1年生。ちょっと本当に来年はいい1年生。うん。いい1年投手ですね。入ってきてくんないとなーっていう感じですね。はい。いや、入ってきてもらいましょう、来年は。まあ、松井がいるので、バッティングでは引っ張っていってくれると思うんでね。一つ、下からエースになったとしても。うん。で、岡村はアディオス。さあ、また弾道もうちょいやっぱ時間かかるな。はい、でかなり来年正捕手なわけですよ。そうだな、弾道4にしたんでまずパワー A まで持っていっておくと来年クリーンアップ打てるなーなんていう考えもあります。まあそっから肩守備上げても遅くはないでしょう。はい、パワー A 行きましょう。まずで今泉、まあ、あ、どっから上げるか。チャンス B も生かしたいし、ただ盗塁し、積極盗塁っていうのも生かしたいし、いやー悩ましいなー。まあ、まず弾道2にしとくか。そっからずっと総力でいいかな。どっちでまずはベンチメンバーとして使っていくのかっていうところですよね。はい、さあ大抜きどうしようかな、どうしようかな。いやーパワー S 行きたいね。まあ予選からずっとミートっていう感じにしよう。まあパワー S 届かないと思うんですけど、まあそっからミートっていう形でもいいでしょう。はい、で最近本当にいろいろ勉強してて、ミートパワーが CC 以上であったらいろいろ特能がね試合でつく可能性が上がるんで、ちょっとそういう意味もありまして、弾道上げようかなというふうに思います。はい、白石もな、弾道もう一個上げても、まあ1番バッターだからいいか、さすがに4じゃなくていいな。はい、で平林指導する。積極盗塁か、チャンス3、ミート G16、
悩ましいな、この選手悩ましいな。まあ基本アディオス組ではあるので、まあダイソーチックでいくか。はい、でこの選手が来年セカンドのレギュラーになるよと。まあとりあえず弾道を上げて、そっから守備っていう感じですかね。はい、で徳永はやっぱ弾道上げよう、弾道上げよう。5番打つことになったんで弾道上げます。でタイも基本的にはアディオス組で考えておりますが、まあワンチャンショートはありますよね。はい、うん、ワンチャンショートはあるので、そうですね、まあとりあえずバッティングからいくか。弾道さあいけま、 OK、 ミートパワーが CC になって、もうちょい走力上げたいですね。もちろん肩守備補給もこれから上げていきますが、もうちょっと走力上げておきたい、もうちょい走らせたいですね。はい、で福岡、まあ福岡も阿部日持ってるから弾道は3で OK で、そうだな、福岡とりあえず肩と補給は D まで持っていきたい。で守備もうちょい上げたいですね。はい、さあ奥田はもうミートパワーカンストを狙います。んでそうだな、この奥田に関してはサブポジファーストをつけてあげるべきです。うん、というのもまあオールスターには絶対入ってこないんですよ奥田は。で足も遅くて、あとベンチ入りメンバー含めてファーストできるのがこの2年の大貫しかいないんですよ。まあ大貫バッティングはいいんですけど、さすがにダイソー出したい場面あると思うんで、もう一人バックアップ要員いないと絶対やばい。まあ特に奥田は去年からスタメンだったっていうわけではないので、まあそれを考えると、オールスターチームには入ってこない選手であればやっぱりサブポジとかつけて、あのいろいろと対応していくのがいいのかなと。まあそういう意味で言うと、この横田までサブポジファーストあるけどな。まあでも一人いればいいか、とりあえず。横田サブポジファーストは違うもんな、絶対足も速いし、それだったら絶対奥田だな。はい、ということで、横田は、さあ横田次パワーにしようか。横田も面白い選手だな。はい、で塚本は走力を上げよう。まあ9番に置いているのはちょっと足速い選手はやっぱ1番につながるかなっていう僕の考えもあるので、そんな感じです。はい、まあ、松浦もそんな悪くはないんですけどね。はい、まあ自分の代では外野レギュラーになってもらいましょう。で佐藤がサブポジサード、はい、オッケー。でゴジラ松井、さあいやもうミートパワー上げるしかないでしょ。まずはミート C ですね。はい、よし、野球マスあるよ。とりわけ赤特殊能力もそんななかったけどな。よし、何個かはあるんでまず消してもらいましょう。そんなに気になる感じではないですね今のところ。おい、いいね、このまま行きましょう。今夜にアイドルまで、ナイスナイス。まあ3来てくれればいいけど、2、じゃあ1からの2でちょうどいいかな。さあ感染とアイドル使うか、それで練習効果が最大8倍かけ2週間か、重複するんですよね、そこがまさかの。よっしゃ、いやアイドルついに来たんでね。はい、もうこの間まではチュートリアルでした。ようやくここから始まったっていう感じですね、本当に平凡ラインが。まあ福岡で行こうかな、これは選ばれたメンツ的に。まあそれ盗塁プラス2来たら一番やばいな。ここは攻めても面白いと思うんだよな。やったーやったーやったー、いやーちょっと待って、この福岡本当に過去の栄冠ナイン実況において本当に一番野球マスに勝った選手になりましたね。これで阿部日威圧感、盗塁やば、盗塁2段階、阿部日威圧感でやば、こいつが、こいつが野球マスで勝ってきたものやば、走力 S98、 盗塁 A、 阿部日威圧感やば、左も B やば。あーでもこれほんと1番で使いたくなったな、また。まあまあ白石にするけど、まあ3番としても十分強いですけどね。ほんとこれ何番で使っても面白いし、守備もちょっと上げてるっていうところがまたミソなんだよな、この選手。くー、たまらんね。
1,2,3,4,5 お、いいところにいるね。リゾット社員がいいところに。これで、ね、よし、ここでアイテム使おう。あ、威圧感投手。まあまあ投手の方はね、あの中継ぎにしか発動しないんでまた考えますけれども、使う人は。んでちょっとじゃあスポンジとか使ってやる。スポンジある。おい、よしよし。で感染からのアイドル。いやー、これはまた諸星がいなくなった後も楽しみになったな、栄冠ナイン。よっしゃ、オッケー、完成。これ皆さんやばいっす。こっからの2週間やばいっす、本当に。見ててください、こっからの2週間。さあ、何にしようかな。アロマテラピー。まあ、ベンプレ、ベンプレって言っても面白いんだよな、正直。急速も上がるし、そこ。5にしようかな。ベンプレ、ベンプレって言ったらこれやばいんだな、実際。人も結構余ってるし、2個使ってやって。これ、ベンチプレスはパワーと球速の経験値上がるんで、今の諸星の練習にもいいですし、まあ投手も野手も経験値が溜まるっていうのを考えると、ここやばいな。ベンプレ、ベンプレは。さあ、こっからの2週間やばくなります。これでほら、諸星球速上がってたよ。よーしよし、このパワーの上がり方はもう素晴らしいですね。いや、いいね、いいね、いいね。全員がこのこれくらい、まあこれ中アップです。大アップだと3人とかになるのかな。大アップの方がこう上がり具合はね、1人だけ見ると素晴らしくなるんですけど、中アップは全員なんで、やっぱアイドル出てきたのでかいよ。ね、これおかしいおかしい。ほら、これもう2週間続いてるのが分かりますね、これで。このおかしい上がり方で。やばい、この10日間の練習でどんだけ強くなったんだと。だって、諸星ほら、あんだけ球速上がりにくそうだったのに、2回連続球速上がったよ。先月なんて1ヶ月かけて1キロしか上がんなかったのが、たった10日で2キロ上がった。松井とかパワー支持してないのに、パワー2上がり。今これです、これです。私がやりたかった栄冠9はこれなんです、皆さん。いやー、これです。アイドルが素晴らしいというのはね。はい、やったね。さあ、諸星。あー、まあ、もう一月休息で行くか。さすがに間に合わんな、これ。指示だけでは。もう一月でもう、しっかり160持って行きましょう。はい。で、そっから、まあ、ミートはおそらく試合で S にできて、予選でパワーにしといてパワー S 行くか。で、更新で総力 S 行くか。こっから勝負っすね。よっしゃ。頑張るぞ。まあ、卒業した時に最悪オール S になればいいんで。よしよしよし。で、ナックルはもう勝手に上がるだけで十分ですと。よーし、いいぞ、楽しくなってきたぞ。いや、ちょっともうこことかいいかな。変化一回やめて、とりあえず全員スタミナ D にしよう。低すぎ。エース作らないとなると乗り子、あ、でもこいつだけなんか微妙だな。微妙なんでちゃんと変化あげとこう。よし、岡村アディオス。さあ、また弾道4になって、ここを守備で、守備 S にする。で、次、予選中補給指示で、いや、予選中パワー指示かな。で、甲子園で補給指示すれば、おそらく補給 S に行くかなと。うん。いう感じですね。OK。それで行こう、その作戦で。うん、まあ、その作戦かな。補給、やっぱり、なかなかそんなに A だし、もう。あー、微妙。まあ、わかんない。ちょっと考えます。まあでも補給、守備型の補給は絶対全部 S にする。宣言通り。かなりパワー。いや、パワーめっちゃ上がってる、全体的に。やっぱりこれ、さっきの練習やばかったんだろうな、マジで。はい。いや、諸星160いくか。いや、いくわ、もう160は。これこっから試合めっちゃあるし、今思うとベンチプレスとかまた使えばいいんだよな。だからということで、ここをしっかりミートにしよう。ここミートアップだ。いや、違うか。ここ総力アップだ。ちょっとここからはギリギリの育成をやっていきます。まあまあ最後はうまくまとめるんで、皆さんご期待ください。はい、だからその今後の作戦指示は、この能力を上げたいからこれにするっていう考えもやっていくっていう感じですかね。はい、この能力上げたいからこの作戦を支持するみたいなね、感じでちょっと、ユーモ入れてね、やっていきましょうよ。はい。
さあこの辺りもミートは勝手に A になりそうなんで、で足めっちゃ遅いから、まあ、とりあえずもう代打しか生きる道がないという選手なんで、まあ弾道4だしパワー上げとけば一発があるかなというところです。さあ白石セカンド、いやー白石強いなー、強いなー、これどうしようかなー。いや強いなー白石、いやー白石これ総力もう一丁いっても面白いな。ここで予選補給の、いや違うか、パワーで予選もパワーで最後甲子園守備、そうだな、それが気持ちいいですね。はい、さあ加賀が来年セカンド、まあ守備ちょっと上げとかないとさすがに23はやばいですねと。で徳永が OK 弾道4になって、ここからどうしていくか、ちょっとミート上げたいかな、ミート B は持っていきたい。はい、さあ対話、まあ基本的にバッティングを上げとこうということでパワーかな。で池山総力 S94、 もう一回いこう、もう一月いこう。はい、いや福岡肩ちょっと上がりすぎた問題、こんなに上げるつもりではなかった問題。はい、いや肩も C 行くか、かっこいいな、そしたらかっこいい肩 C 行ったら。はい、さあ奥田ちょっとミートパワーがやばくなってきたよと。うん、で横田パワー、塚本総力、西野総力、松浦、弾道もう一個上げてもいいな。これ、松浦も結構強いな、なんか。こいつもいいね。星の数は176もあんのか。佐藤とあんま変わらない。はい。で、佐藤はサードなんですけど、まあ、この、積極盗塁を生かすために、やっぱりちょっと、総力上げとくべきかなっていう感じですね。さあ、ゴジラ、松井がミート C になったので、こっからちょっとパワー S まで持っていきます。まあ、強振対応あるんでね。はい。OK! ということで、ここからまた次回ですね、やっていきたいなというふうに思いますので、皆さんぜひこの秋山高校ご期待ください。いやーゴジラ松井来ましたね。あ、まあまあ星聞いてもいいや、どうせ。あ、星行きたかったな。まあ仕方ない、それはちょっとプロ野球選手ね、知らない部分だ。よしよしよし、まあいいでしょう、このままね突っ走っていきましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あ、そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日日本投稿、2000超えで平日も日本投稿という企画をやっております。栄冠ナインどんどん見たい、早く松井を育ててくれっていう方はぜひ高評価を押していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。